ポール・ヘイマン、ポール・ヘイマン、ポール・ヘイマン、1965年9月11日帯は、アメリカ合衆国のプロレスリングプロモーター、ブッカー、コメンテーター及びレスラーのマネージャーである、ニューヨーク州、スカーズデール出身のユダヤ系アメリカ人、通称ポール・イ、e、熱狂的なプロレスファンとして育ち、などの業界史のライターやカメラマンを経て、1986年に、 マネージャーとしてデビュー。ポール・イ・デンジャラスリー。ポール・イ・デンジャー・スリーの名前を用い、いつでも契約話に応じられる、要携帯電話を手放さない、ヤッピーのドラムスコというキャラクターのもと、ヒールのポジションで活動。ジェリー・ローラーとジェリー・ジャレット、後のティネ創設者の主催する、クアや、バーン・ガニアのアワを経て、WCW への移行期にあったウィのジム、クロケット・プロモーションズに移籍。 デンジャラス・アライアンス、ザ・デンジャラス・アライアンスなるヒール軍団を組織し、ストーンコールド変身前のスタニング、スティーブ・オースチンらをマネージンとした。1993年9月、フィラデルフィアのインディ団体 ECW のプロデューサーに就任。独自のプロレース館によるマッチメイクが多くのプロレースマニアに受け入れられ、1996年には ECW を買収、オーナーとして、 ECW の全国展開を計画し、WCW、WWE に次ぐ、第三勢力にまで成長させた。しかしプロレスについては、天才的な彼も、会社経営の才能には、恵まれず、ECW は、資金繰りに苦心して自転車創業を繰り返しついには、倒産、平ンも、自己破産をすることとなった。2001年に ECW が崩壊した後は、 活動の中心を WWE に移す。一時退団していたジェリーローラーに代わってカラーコメンテーターを務めていたが ECWWCW 連合軍アライアンスが結成されると連合軍につき連合軍の敗北と同時に姿を消す。その後ブロックレスナー、ビッグショーなどヒールのレスラーのマネージャーを歴任し2003年から2004年にかけては スマックダウンの GM を務めた。一時期ブックを担当し、カートアングルとクリス・ベノアがヒール相手に名勝負を毎週のように繰り広げたことで高い評価を得てた。以後は裏方のクリエイティブ業務に専念していたが、2005年に行われた PPVWWEECWS1 ナイトスタンド及びそれに向けたプロモーションにおいて再び WWE の表舞台に立つ。2005年7月10日より、ジム・コルネットの公認として、オベのヘッドブッカーに就任。その後2006年4月、WWE 参加のブランドとして ECW が復活するにあたり、オベのブッカー職をアルスノーに引き継ぎ再び ECW のトップに就いたが、番組の視聴率は低迷し、同年12月に w WE を解雇された。 WWE 対談後、2010年8月、米メディアである MMA ファイティングのインタビューにて、総合格闘技に興味がおもき、ストライクフォスを買収するのではないかという噂が流れたが、本人は否定した。10月、再び MMA ファイティングのインタビューに応じ、今後は、新しい活動として、総合格闘技関係の広告事業に携わるとし、 ラーキングフォーラリーなる会社を設立して格闘家たちの紹介 A を制作していくことを明かした。2012年5月、ブロックレスナーの法律アドバイザーとして WWE に復帰した。レスナーの一時離脱後は CM パンクのマネージャーを担当。パンクの助けになるように行動し、権力欲のために RAW の GM だった AJ に結婚を申し込むなど、自身が GM になろうとしたこともあった。2013年2月、ことあるごとにパンクに得な行動をするシールドや、ブラッドマドックスに仕事を頼んでいたことが判明。本人は否定し続けた、ビンス・マクマホン会長によって解雇されかけたのの、レスナーがマクマホンを攻撃したことでことなきを得た。その後もレスナー及び、パンクのマネージャーを続け、2013年5月には、カーティス・アクセルを、 新しい顧客に迎えたが、自身の元を離れたパンクに怒りの矛先を向け、アクセルやレスナーと共にパンクとの抗争を開始。9月15日のナイト・オブ・チャンピオンズ2013では、自身とアクセルが組んでのイルミネーション式ハンディ戦を行い、ライバックの乱入で勝利を収めた。以降は彼も仲間に引き入れ、10月27日のヘルイン・アセル2013では、ライバックと組んで、 セル形式でのサイドのハンディ戦に挑んだが敗退、ライバックとアクセルに見切りをつけられた。2013年12月30日の RAW にて COO のトリプル H との友好的な関係を手に入れることに成功。レスナーが掲げた WWE 世界ヘビー級王座挑戦は叶わなかったものの、レッスルマニア30でのレスナーのマッチメイクを自由に 決定できる権利を獲得。2014年4月6日開催の WM30 では、レスナーとジ・アンダーテーカーとの試合が行われ、レスナーが勝利を収めた。ヘイマンは、ことあるごとにそのことを吹聴して回りつつ、WM30 の翌日の RAW からは、セザールを新たな顧客に加えた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。